皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、村のシーサイドラインを延伸したいと思います。本題に入る前に、こちらの手直しを行います。ブチジーさん、トンネルに草は生えないと思いますよ。廃線区間でホープトンネルとはいえ、トンネル内にあんな感じで草は生えないかな。確かにおっしゃる通りですね。ということで、草が生えていた部分を石に置き換えます。だいぶすっきりとした感じになりました。アドバイスありがとうございました。延伸工事の話に戻りましょう。今回の延伸は、海の見える展望台からキャンプ場の付近までを計画しています。途中、川沿いをくねくねと走る区間があるため、工事が大変そうです。普段の工事では直線ばかりの作業でしたので、工事の長期化が予想されます。少しだけですが、延伸工事を行います。コメントをご紹介しながら作業しますね。廃止区間を作るとかいうパワーワード、廃止区間を建築するってよく考えたらものすごいパワーワードやな。普段はこういう言葉聞きませんよね。私の動画ならではの言葉だと思います。廃止区間のトンネル前の橋は撤去されたってやつですね。お察しの通り、トンネルの前には橋があったという設定です。現実の世界でも、今は想像するしかないような名残などがとても好きです。廃線なら無理に山を切り崩さずに、あえて地形に沿わせたり、カーブや勾配をつけた方がそれらしかったかも。実は作業の途中に気づいたのですが、時すでに遅し、取り戻せないくらい山を削っていました。延伸予定のルートを地上から見ていきましょう。海の見える展望台を出発すると、すぐにトンネル区間となります。トンネルを抜けると、目の前には川があり、ここには橋を架ける予定です。橋を通過した後は川沿いに進んで、住吉新幹線の路線が見えたところで、キャンプ場に向かって一直線に進みます。果たしていつ完成となることやら。資材集めも含めて時間をかけて頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。